こんにちは、わたがしです。本日なんですけど、みんな大好きジェリーレイアップの動画を見ていこうと思います。はい、ということで、皆さんジェリーレイアップ大好きだと思うんですけど、僕も本当に大好きで、結構僕の動画見てくださってる方わかると思うんですけど、まあ何度かジェリーをすることがあります。そもそもジェリーレイアップって何っていう方もいると思うんで、軽く説明をすると、一応定義といたしましては、定義はダンクに行くのをやめてそれをレイアップに変えるっていうのをジェリーレイアップというみたいなので、そもそもダンクができないとジェリーって言えないということはあるんですけど、まあ一般的にね、このちょっとひねって頭の横を頭の後ろぐらい持ってきてひねってこうレイアップを打つこと、これをジェリーと呼んでます。でそれができると、もう本当に強豪校の人とかたまにやる人がいるんですけど、まあ一目置かれるなど、かっこいい、おしゃれ。それだけじゃなくて、あれちゃんと使えるんですよね。実践的にうまく相手をかわしてレイアップできるっていう、実践的に使えるスキルでもあるので、ぜひ覚えてみてください。でそのジェリーレイアップのやり方なんですけど、以前僕が紹介した動画にジェリーレイアップのやり方というものがあるので、ぜひそちらを概要欄に貼っておくので、そちらで見てみてください。ということで早速見ていきましょう。はい、ということでジェリーレイアップを早速見ていこうと思います。で今回は一回一回一動画一動画止めて見ていこうと思います。いきます、早速いきます。これがジェリーレイアップです。うわ、やっぱいいね。この頭の横に持ってきといて、それをこねくり回してスパーンって決める、これが、うわいい。でやっぱ人それぞれジェリーレイアップの打ち方も違うんですよ。うわ、こういうね、僕いろんなジェリーレイアップ今言ってみたいにあるんですけど、こういうシンプルにこのスイッシュで決める、これ結構好きなんですよね。これ結構一周回って好きというかっていう感じです。あ、こういうことですね。わかりやすく言うと、ダンク行こうとしてやめる、これが本来のジェリーレイアップ。何今の、これはジェリーというか、わかんないですけど、後々いろいろ出てくるんですけど、これってジェリーなのみたいなのも一応ジェリーとして扱われてて、で今僕が見てるこの動画の人なんですけど、これはアイザイア・ワシントンっていう、このジェリー界でも有名な、ジェリー界でも有名なというの、というのも、ジェリーっていうのは、グループがあるんですよ。ジェリーファムっていうグループがあって、まあ、1試合3回以上ジェリーをしないといけないとか、なんかそういう入る条件みたいなのもあるんですけど、ジェリーファムのもうナンバーワンと言っても過言ではないぐらいのアイザイア・ワシントンっていう、これも見ていただいたら分かると思うんですけど、もうとんでもない、もうこねくれましょ、待ってな、キン、ヤン、キン、ショーン、うん、そう、こう、こねくり回しちゃってますやん。やば。こういうね、面白いんですよ、ジェリー。人それぞれ違いますし。あ、そう。で、僕が言いたいのは、もうこういうザ・ジェリー。めっちゃ綺麗。うわ、綺麗。いい。ちょっともう一回見てください。うわ、いい。こういうのを試合にしれっとやると、本当に一目置かれますね。そう。で、僕がもう一個、好きなの。この、こうレイアップ行くと見せかけて片手でこうやってやってスピンをかけて決める、これもかっこいいんですよね。めっちゃ綺麗。うわ、いい。うわ、超かっけえ今の。うわ、かっけえ。こういうのやりたいな。オーマイガー、これジェリーじゃないやん。やば。どうなってるの。また下通してここから、やば。これはジェリーと言っていいか分かんないですけど、まあ、おしゃれでやっぱですね。こんなもんは試合でやろうもんなら、監督君にぶち怒られますね。いい。あー、いい。うわ、超かっけえ。うわ、かっけえ。うわ、このジェリーやば。めちゃくちゃ幅やば。うん、え、やば。カメラ目線からの。えぐ、このジェリーいい。うわ、これやりたい。これ僕やったって肩外れますね。うわ、今のいい。えぐ、さっきから何これ、これ流行り、またを一回下通して、もう一回戻してシュート、やばい。そう。で、これがね、もう本当にね、アービングのレイアップ、これめっちゃかっけえ。しかもめっちゃうまい。ジェリーをね、かっこよく見せる一つのコツとしては、ジェリーレイアップ自体もかっこいいのはもちろんなんですけど、その前の過程、抜く過程をかっこよく見せといて、さらにフィニッシュをジェリー、やばい、なにこれ。いくやべえ。
何これ、これジェリーレイアップなの。うわ、でもあのちゃんとこうなってますね、最後きっちりと。あとこれ僕の技ですね。でさっき言った通り、ジェリーレイアップ単体で言ってもかっこいいんですよ、もちろん単体で言ってもかっこいいんですけど、それをその抜く過程もかっこよく見せれて、フィニッシュまでかっこいいとうわってなりますねっていう感じでございます。で、これ僕の J リーグアップ見てください。どうでしょうか？この数々の猛者たちのやつを見るとね、僕もね、一応、これジェリーではあると思うんですよ。ジェリーではあると思うんですけど、まあね。あ、でもこれは結構お気に入り。これ結構すごくないですか？こう、グリーンって頭の横で回してシュート。これ結構ね、僕お気に入りなんですよ。お気に入りっていうかあんまり入んないんですけど、入るとめっちゃ気持ちいい。こうスピンをもう頭の上からプラーンってかけて決めるんですよ。で、ジェリーレイアップにもね、僕的に2種類あると思ってて、1個は僕とかがやる、この指先でキュッてスピンをかけてシュート。まあ全部そうなんですけど、まあ、大きく分けてこの指先の力が強いジェリーレイアップと、腕の力でこう、腕の動きが大きいジェリーレイアップ、この2種類あるんですけど、僕はね、指先でやることしかできないんですけど、手の動きが大きいジェリーは結構好きですね。めっちゃ綺麗に見えます。で、この動画がジェリーレイアップを紹介している、やり方を紹介している動画になります。ぜひ概要欄から見てください。そう、こういう感じですね。これを、これ、やるって決めてやってるから、まあできるんですけど、これを試合でね、しれっと決めると、マジで気持ちいいですよ。うまい！うまい！まあこういうことですね。抜く過程をきれいに見しといて、ここからジェリー。いや、やっぱジェリーいいっすね、ほんとに。いい！バカ！バカ！いいじゃねえか！いや、このジェリー俺好きだな。これインスタの方でも上げさせてもらったんですけど、いや、これいいな、やっぱ。結構過去一ジェリーじゃないかな、俺の中でも。いいね。で、そう、これが、そう、これを見てほしいんですけど、ちゃんと使えるよ、ジェリーはおしゃれじゃなだけじゃないよ、ちゃんと使えるよっていうことを証明するものなんですけど、ここで、一回見ますか、一回もう一回見ますか。まあ、こんな感じで、ブロックを、頭の横に持ってくることによって、ちゃんとかわせてる。これはちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、この次も見てほしいです。この次、頭の横に持ってくるので相手との距離ができるんですよ、まあ、こういう感じですね。で、ちょっとタイミングも遅らせることができるんで、ここから、まあ、ちょっと相手もブロックコースに入っててブロックされちゃうかなってところで、こう頭の横に持ってくる、こういうこと、こうすることによってブロックからちょっと離れた距離、これ相手のりょうくんがちょっとジャンプ力やばいんで危うい感じですけど、手の位置やばいですもんね。そういう人でも、まあ、横から持ってくることによって、ちょっとこの時間もかかりますし、プラスで、この下から行かないので、もうこれバチンって、叩かれにくいっていう、ちょっと止めるとこが多かったので、この後一回全く同じ動画ですけど、もう一回流します。
はい、ということでジェリーレイアップの動画を見ていただいたと思うんですけど、やっぱいいっすね。やっぱ本当にいいです。やっぱこのおしゃれなレイアップというか、まあ、人それぞれやっぱ違ってそれがいいんですけど、いやもうこれがもう何倍でも飯食えますね。もうこの綺麗さ、やっぱジェリー、日本人のジェリーといったらやっぱセイガジェリー大好きで、ジェリーばっかやると思うんですけど、セイガのジェリーも僕好きなんですよ。腕が長いのがやっぱいいのかな。なんかすごい綺麗に見えますね。僕はなんかもうここだけでちょびってやってる感じに見えちゃうんですけど、まあね、そのやっぱこのジェリー皆さん真似したくなると思います。でも精度がやっぱどうしても普通のレイアップに比べると最初は落ちると思うんですよ。僕もね、あんまり成功率高くないですから、なのでやりたくなる気持ちは本当にわかるんですけど、まずはちゃんとしたレイアップを覚えてください。ちゃんとレイアップしたレイアップで確率を上げて、でダブルクラッチもできるようになったっていう、その次の段階でジェリーぐらいだと僕は思ってますので、普通のレイアップ、ダブルクラッチ、その後にもうちょっと難しいジェリーが入ってくるので、そのちゃんと基礎を築き上げてからジェリーをやるようにしてください。はい、ということで、まあ、僕がねジェリーファームに入れることはないんですけど、まあね、これからもちょっと好きなんで、本当にジェリー好きで、ただ見せようと思ってやってるわけじゃないですけど、やってる身として本当に気持ちいいんですよ。こう君スパーンシュッシュッシュッスパーンって水死で入るあの瞬間、本当に気持ちよくて周りからもおおすごいねみたいな感じになるので、まあ、皆さんもね、そのさっき言った通り基礎を築き上げてから一緒にね、このジェリーこのジェリーみたいな、このジェリーどうみたいな、一緒にやっていきましょう。ということでご視聴いただきありがとうございました。